ねえ。皆さん、おはようございます。てるまるのてるとぴょんちゃんです。現在は朝の6時半。ぴょんちゃんは今日6時に目が覚めました。ないけどさ、まだここにあるから置いといて。今朝ごはんを食べてます。今日は、土曜日なんですけど、パパがお仕事ということで、おいしいおいしい食パンおいしい。ぴょんちゃんは食パンが大好きです。話戻りますけど、パパが土曜日でお仕事ということで、今日はぴょんちゃんと二人の休日をちょっと動画に撮ってみようかなと思います。今日の予定としては、朝洗濯物とか家事が山積みなので、それを片付けて、で10時にお店が開くので、先に行ってひまわりのね、造花を買って、今日はひまわり畑に写真を撮りに行こうと思います。そんな流れになってます。では少しだけぴょんちゃんの朝ごはんタイムにお付き合いください。よいしょ。で、昨日回しておいた洗濯物を取り込んでいきます。もうね、仕事始めてから家事は分担してるんですけど、昨日はてるおくんが洗濯物回して干してくれてました。ありがたいね。あの保育園のカバンを今から回していきます。週末は洗濯がちょっと多いですね。おかわり。おかわり。水を全部飲み切ったらしく、おかわりって叫ばれました。ご飯食べ終わった、ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。お腹いっぱい。パパウンチで、ぴょんちゃんの残したパンを私が食べます。なんかさ、めっちゃカス落ちてるけど、あなた後で掃除機かけます。何してんの。ご飯食べ終わったぴょんちゃんはどうしたの。おもちゃで遊んだりテレビ見たりしてます。ぎゅー、どこ行くの？キッチンマットないないしてバッチリじゃん。ないないよ。はい、一緒にないないしよ。あ、どこから持ってきた。ないない。ねえ、さようなら。ワンちゃんなんですけど、ワンちゃんの名前何？あまおイコちゃんです。ね、イコだよね。
まるちゃんからもらった毎日使ってます。子猫入るの？あ、一個が釣れる。イコがイコが潰れてるよ。イコおいでえわ。イコ抱っこしないと潰れてるよ。ヤオキッチイコ潰れてるよ。イコイコイコ。おしまい？おしまいね。おいで。では今から天気回り畑行きたいと思います。では着いたので早速行きたいと思います。レッツゴー。やっちゃん着いたね。そっちじゃないんだけどな。何取ったの？お花？白爪草だっけ。白爪花だっけ。かわいいね。ぴょんちゃん、どこまで行くの？もうそこ、おしわいだよ。あっちよ、あっち。おいで。おいで。おいで。ひまわり畑の方行こう。反対。反対。ストップ。ストップ、あっち。あぶ？うん、あっち行こう。あっち行こう。あっち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 行こう。レッツあっち。お花いっぱいあって、これいっぱいあって。怒ってます。怒ってる。車の中でも学生で今もうお家で寝てます。ぴょんちゃんの今日着てたお洋服だけ紹介したいと思います。まずはこちらのワンピース。ワンピースはネットで購入したもので、そこのショップで購入したか忘れちゃったので。ぴょんちゃんが被ってた麦わら帽子はアプレルクールで購入しました。ぴょんちゃんが、持ってたカバンは前回の春のコーデでも紹介したカバンと同じで、西松屋で去年一昨年とかに購入したものです。ではもうぴょんちゃんも寝てしまったということで、この後私は動画の編集をしようかな。あとちょっと片付けて夜ご飯作ってやってる間にぴょんちゃんが起きてパパが帰ってくるっていう多分流れになるかと思います。ではこの辺でお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。